桜井ひな子。1997年4月2日生まれ。出身地、岡山県。身長、160センチ。血液型、大型。桜井ひな子さんは日本の女優です。デビュー当初から、岡山の奇跡と言われ、キュートなルックスで人気を集める桜井さん。 そんな桜井さんが自分の性格に関するエピソードを披露しました。実はすごく男勝りで、負けず嫌いで、やんちゃに育ってきたなって思います。それこそ、トランスフォーマーも小さい頃にアニメで見ていました。女の子が見るものより、スーパー戦隊シリーズとかの方が多かったですね、と自身のことを語っています。また、女優業に関しては、 負けず嫌いだから頑張れたっていうのもありますが、やっぱり支えてくれている人を強く感じられたからだと思います。最初は舞台に立つだけでガクガク震えてしまって、でもそこから演出家の方が育ててくださって、共演者の方が協力してくださって、そういう環境だったので、頑張りたかったし、結果を出したいっていう思いがずっとありました。とのこと。岡山の奇跡、って言われることは悔しい、との問いには、 そんなことはないです。それがなかったら今の私はいないので。でも、もうそろそろ自分の名前を言ってもらいたいなって、思い始めています。と語っている。東京に染まっちゃったなという実感は、との問いには染まったふりをしていて、この前、友達が東京に遊びに来たんです。東京案内してよ、って言われていて。でも実際、まだ東京案内できるほど私も知らないので。 スタイリストさんとかマネージャーさんに、どこに連れて行ったらいいですかって徹底的にリサーチして、それで知ったふりをして友達を案内しました。とのエピソードを披露。でも彼女は、今や岡山だけじゃなく、日本中に直しられる女優さんになってきてますよね。